実況時は、岡山県岡山市東区瀬戸町加治屋にある、日蓮州の寺院で3号を本住山という。旧本山は、京都明覚寺、生市方園、南北朝時代に大学大民が回帰したと伝わる。文明16年、松田元成が挙兵し、奥軍の福岡城を攻撃した。この合戦による陛下を受け、佳覧を全焼した。長居年間に、 奥軍の豪族朝倉、馬場の両子等が復興に尽力しでらと、死因後が因を再建した。官営9年火災により、道雨を消失、妙高寺に天使一員を構えて、宝塔を守った。昭法元年藩主、池田光笠に恋窮地の10分の1に縮小して、再興を許された。宝営6年民家からの火災が累昇し再び、消失した。 両学院美研の代に復興にされ、旧館を復したという。文化7年元首を、岩梨郡坂根村の王将屋佐根窮表へが務め本堂を、建立した。明治4年5月17日に吉川の堤防が、結界市珍樹堂、海山堂、大門、栗、土蔵等を流出したという。明治12年が乱用語上の対立から2杯に、分裂した。 この時中北畑等が売却され、住職も逃亡して、明治17年から明治23年まで無盾となった。明治37年新教員、日大の第二、奥福岡村から、現在地に移転し復興し、分裂も解消された。ありがとうございます。